心を高く上げて神様の皆を賛美いたしましょう。ご起立できる方はご起立ください。頑張ってお祈りしましょう。講読文を読みましょう。エッサイの根株から新芽が生え、その上に主の霊がとどまる。明かりごとの能力の霊、私たちはイザヤの予言したエッサイの根株から生えた新芽に従うもの、希望のキャンドルと平和のキャンドルを点灯します。ご着席ください。感謝のお祈りをします。ハレルヤ。恵み深き天のお父様、あなたの豊かな愛に守られて12月最初の日曜礼拝ができることを心から感謝します。アドベントは2週目に入りました。愛するイエス様、あなたの降誕を待ち望み、私たちはお祈りを捧げています。聖書にあります、勤勉で怠らず霊に燃え主に仕えよ。私たちが今生き動き存在できるのは、私たちに息吹き
命を与えてくださったあなたがいるから。主よ、あなたが生きたスピリット、聖霊を注いで私たちの情熱を駆り立ててくださいます。私たちのために十字架にかかり、死なれ、蘇られた大いなる主は、私たちを高価で尊く愛しているとおっしゃってくださいます。今日も寄り添い、無償の愛で包み、癒し、与え、導いてくださる主よ。大いなる主はおっしゃいます。私が来たのは、あなたが命を得、それを豊かに保つため。あなたの思い煩いを一切神に委ねよと、優しく語りかけてくださる主よ。ありがとうございます。私たちはただあなたの存在に浸るだけ。導いてください。光をください。抱きしめてください。隠れた罪があったら許してください。健康を害している方々を癒してください。礼拝してくださるベッキー先生を聖霊で満たしてください。天のお父様は私たちの祈りに答えを見出してくださいます。イエス様はおっしゃいます。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、主なる神を愛せよ。神様、あなたを一心不乱に力いっぱい愛します。信じます。礼拝に来られない兄弟姉妹に、あなたの守りと導きがありますように。今ここにいる皆様、一人一人の心の祈りとともに、愛と許しと、常しえの命をくださったイエス様、あなたのお名前のもとに、切に祈ります。アーメン。主の祈りをします。天にまします。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく、地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。聖書を拝読させていただきます。マタイの福音書2章1節から11節。イエスがヘレデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時、見よ、東方の博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか。私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りました。それを聞いてヘデレ王は恐れ惑った。エルサレムの中の人も王と同様であった。そこで王は民の祭司長たちを、学者たちを皆集めて、キリストはどこで生まれるのかと問い出させた。彼らは王に言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれているからです。ユダの父ベツレヘム、あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。私の民イスラエルを治める支配者があなたから出るのだから。そこでヘロデは密かに博士たちを呼んで、彼らから星の出現の時間を突き止めた。そしてこう言って彼らをベツレヘムに送った。行って幼子のことを詳しく調べ、分かったら知らせてもらいたい。私も行って拝むから。彼らは王の言ったことを聞いて出かけた。すると見よ、東方で見た星が彼らを先導し、ついに幼子のおられるところまで進んでいき、その上にとどまった。その星を見て彼らはこの上もなく喜んだ。そしてその家に入って母マリアと共におられる幼子を見、ひれ伏し拝んだ。そして宝の箱を開けて、黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。これは神様の御言葉です。
おはようございます。クリスマスが近づいていますけども、皆さんどんなプレゼントを今考えていますか？プレゼントを考えるとき楽しいことですね。でも頭も痛いです。何を買おうかわからないとき頭が痛いです。あげる人が一番喜ぶ、何がいいのかと思うときはね、結構嬉しいけど頭も痛いんですね。私の友達は1年をかけていろんなとこに行ったらちょこちょこと何かを買うんです。それをクローゼットにしまっといて1年間ずっとクリスマスギフトを買ってる感じなんですね。すごいでしょ。それほどギフトというのは考えて頭が痛いという部分もあるんです。最初のクリスマスのギフトは、博士たちが王様だというイエス様に贈ったギフトだと言われています。王様として生まれたイエス様に会いに来ました。それもね、はるばる遠くからやってきたんです。当時王様に捧げる一番高価で最高なギフトを準備して持ってきました。で、博士たちは東の国からやってくるんですけど、外国の地だからね、まあ GPS って当時ないじゃないですか。だから星が GPS として導かれてやってくるんです。で、よくよく星を勉強する博士たちだったので、そういう時にですね、まあ、スペシャルな星がプカプカってやったらね、うん、これは違うぞって分かるんですね。あの歴史書の予言書で書かれた特別な星だということで、分かる博士たちは行くぞと準備してはるばるやってくるんです。神様の GPS の星が頼りです。そしてこっちやこっちやこっちやとリードする方向に行くとですね、止まった。そこでその王なるイエス様がちゃんといるんです。家で星が止まった時に博士たちはめっちゃ喜んだんですね。嬉しい、これは神様の技だ。家に入ると本当にお母さんのマリアさんと 2,3 歳児のイエス様がいるんです。で、その時に宝の箱を開けたんですね。大事に持ってくるギフトはね、宝物の箱の中に入れて持ってきたんです。ここで開けてイエス様に捧げました。さあ、3つです。金と乳香と持つ役です。王様に捧げる最高なプレゼントです。金は王様にふさわしい高価なものです。あの、どのぐらい高価って言ったら、そりゃちょっと待ってね、美しさにかけちゃナンバーワンですよ。皆さん、ちょっと見せましょうかね。痛いでしょ、ギフトだもんね。このちっちゃなボックス見て、全部金です。ちっちゃくてもね、もう高価だっていうのは分かるんですよ。中に何が入ってるのか、なんだろう、開けない、まだクリスマスじゃないからね。ブルーでしょ。でも金が散りばめてあるリボンをやるだけで豪華でしょ。金というのは美しい光沢のあるものです。装飾に使われます。だから日本に行くとね、皆さん金閣寺って行ったことありますか？真っ金金ですよ。今でもたくさんの人が訪れるとこです。以前はお金は小判でした。金です。日本は昔から金が取れる国で大事にされていました。指輪もネックレスもイヤリングも全部金とか金メッキもありますよ。でも金です。これ日本の自然の金です。初めて、私見たことないんですね、あの物、自然の金。でも日本の金はね、美しい。これ中瀬の金です。こんな感じでもそのまま金が見えるほど出てくるんですね。これはノーマンディーの金ですけども、オーストラリアです。で、ここも書いちゃってるんですけど、何キロだと思います？
25キロもする塊です。自然に取れる金の塊です。米25キロいったら相当重いですよ。それが塊であるんですね。世界第2位の大きさだそうです。そしてもう一つ有名な金はカリフォルニア、ここですね。ゴールドラッシュで有名なこの州です。南アフリカに次ぐ世界第2位の金を産出する場所なんです。知ってました？皆さん、私知らなかったんです。金を受ける王なるイエス様は美しいお方です。罪がないんです。愛と慈しみと寛容、優しさを持ち備えたイエス様は罪のない神の子です。だからね、その心の美しさはどこに行ってもみんながすごいと思うんです。ポンテオピラトという人がいました。彼はね、死ぬ前のイエス様に会うんです。で、若干33歳のイエス様のことをですね、彼手記で残してるんです。このイエスという方は違うと、すごいという手記が残ってるの。殺されるんですよ、これから死刑です。でもそれであってもイエス様は美しい光を、輝きを持つ人であった。罪がないからです。神様の栄光が輝くお方だったんです。この素晴らしい王なるイエス様に博士たちは金を捧げました。二つ目に、金は貴重です。貴金属と言いますね。で、産出はね、非常に限られています。そんなたくさんゴロゴロないんです。で、そのまま金として利用できない、あのほら、掘ってですね、金を作るでしょ。それは排布機法っていうのによって取り出すそうです。面倒な方法を用いてでも金を取り出したいと思うほどに金は貴重なんです。イエス様はとっても貴重なお方です。唯一罪がないお方ですよ。そして人の罪も消すことができる力を持っています。神様が罪が嫌いだからダメだよと怒るときに、その怒りを取り去ってくださる力を持っているのがイエス様です。担ってくれるんですね、罪を。代わりに怒られてくれる人なんです。こんな貴重な人がいるでしょうか。天体を動かし星が告げるほど素晴らしい貴重な王様が生まれたんです。だから博士たちはわざわざ遠いとこから旅をしてイエス様に会いに来たんです。礼拝に来るのってね、わざわざですよ。まあ私はフリーウェイに乗って3、40分です。でも服も着ないといけない。一応ですね、今日はクリスマスだから赤い服も準備して着てくるんですね。皆さん、それわざわざですよ。でもね、みんなわざわざ着てくれるでしょ。イエス様はね、喜んでいます。最初のクリスマスの博士たちのようですよ、皆さん。三つ目です。金は変化しないんです。永遠です。特性があって、長い年月が経ってもですね、変化しない性質を持って、これね、この世では神秘的だとか言うんですね。メッキは剥げます。日本ではですね、若い子に物事を教えるときに、メッキはあかんで、剥げるで、で教えるんですね。そんな仕事態度とか勉強の仕方だったらすぐに分かるよ。真心を尽くしてやるんだよと教えます。見てないところで私たちは手を抜いて適当に働いてしまうから、それを大人が教えてくれるんですよ。メッキはあかんよと。真心を込めた本物の態度は剥げないんです。例えばこれ金でしょ。中も金かなと思って見てみると、あ、茶は茶色の袋だったって感じですね。
メッキは中が金じゃないんです。本物じゃないからです。中を見たらガクッとするんです。イエス様は違います。本物です。剥げるものがないです。裏切ることがありません。で、家族がですね、カルトの教団にはまってしまって、どうしよう、これって本当の神様なんだろうかと聞かれたことがありました。だから問題は本物か偽物かですよ。どうやったら分かるんですかです。まあ変化しなければ本物ですよね。使徒の働きにクリスチャンが増えて困ったというところがあります。そうするとユダヤのリーダーたちがですね、知恵あるパリサイ人の先生の意見を聞いて納得するんです。ある人が私は偉いと言って400人も人々が従うんです。教会に400人来たらそりゃもうすごいですよ。あの先生はすごいと。でも彼がいなくなりました。まあ殺されたんですね。死んでしまった後どうなったか。散らされてみんな400人どっかいなくなってしまったんです。それが2度あったんですね。で、聖書ではそういうことがあったと書いてあるんです。もしその計画行動が人から出たものならば自滅してしまいます。でももし神様から出ていれば、あなた方には彼らを滅ぼすことはできないよという知恵をここで教えているんです。カルトとかは放っといたら消えるんです。イエス様は死にました。それでどうなったか。本物？偽物？永遠の不滅なもの？そうですね、2000年後の今、まだイエス様を信じる人がいる？います。増え続けています。コロナでも教会は続きました。世界戦争があっても教会は続きます。クリスマスはアメリカの経済を支えるほど大きくなっています。去年のクリスマスのクリスマス消費率ですね、ちょっとね、850ビリオンダーラーで出たんですけど、これゼロが多すぎて私ちょっと分かんないぐらいのお金なんですね。消費の1年の消費の 35% はクリスマスだよと言われます。でもそれ以上だよという人もいるんです。不景気になればなるほどお店はこう言います。クリスマスに力を入れるんだ、賛美歌を流せ、クリスマスキャロルですね。で、人が来るようにするんだと言うんです。それほど経済ではイエス様の誕生日が重要です。イエス様が中心にアメリカ経済が動いていて、もうアメリカ経済がね、イエス様に支えられているんですよ。イエス様がいなくては回らない。だって本物の神様で永遠の神様だからです。そして金は私たち豊かさを見ます。王様は王宮も王冠も金を使って国のプライドをかけてピカピカに金を使うんです。ソロモンという王様がいました。彼はね、その時代金がたくさんあったんです。世界の金がソロモンのとこにやってきた感じ。そうするとね、銀も高いんですけど、銀はただ同然だったんです。それほど栄華を極めた王様の代名詞が金です。豊かな国、素晴らしい王様の代名詞が金です。金は安定、信用があります。ほとんどの国が管理通貨制度に移行したのに。でもね、中央銀行も政府も財務的な信用力を確保するために資産の一部を金としてまだ持っているんです。投資の手段としてまだ残っているんです。資産の一部を金貨とかで保管している人もいます。ちょっとね、うち金貨があったんですね。でね、家に泥棒が入りました。
何を持ってったか、金貨です。全部盗まれました。ピアノなんて誰も取っていかない、腰が痛くなるだけだよね。でも金貨はね、盗まれるんです。金は安全資産だからです。世界の経済情勢が悪化すると、不安感が募るとですね、金の価値が上昇するんです。それほど安定性があり、豊かな象徴として今も健在です。イエス様は人生を安定させ豊かにさせます。人生ね、まあ、投資したいな、ちょっとお金あるからと思ったら、まずですね、皆さんイエス様に投資してみてください。自分の時間、力、才能をイエス様に投資してみてください。価値がありますよ。絶対に損しません。光り輝く王様なイエス様はね、私たちの心の悩みまで解消してくださるんです。人生の意味を与えます。心を豊かにすることもできます。魂が乾いててもう嫌だなって思うとき、その渇きまで癒してくださいます。神様より素晴らしいギフトとしてイエス様が贈られました。イエス様が私たちに贈られたんです。金のように美しく輝くイエス様によって、私たちはね、イエス様を信じるとね、イエス様みたいにちょっとピカピカってするような人に変わっていくんです。クリスマスはね、光り輝くイエス様を見るときです。このとき私たちはイエス様を見ると変われます。光り輝くんです。小さくてもいいんです。本物の金は輝くんです。お祈りいたします。天のお父様、あなたが素晴らしいギフトであるイエス様を私たちに送ってくださいました。輝くお方で、罪がないお方で、私たちの汚い部分を美しくしてくださるお方です。クリスマスのこの時、私たちの渇きを癒してください。心を豊かにさせ、人生の意味をもう一度教えてください。そして喜びを持って礼拝に臨むように、博士たちが喜びを持ってイエス様を礼拝したように、このクリスマスの時期祝福してください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ご起立できる方はご起立ください。
それではお座りください。聖餐式に移ります。これはですね、イエス様を信じている人なら誰でも参加することができますので、よろしくお願いします。主はあなた方と共におられます。心を尽くし、思いを尽くし、精神を尽くして、私たちの主である神様に感謝いたしましょう。全能の神様、天地を創造された主よ、どのような時もあなたの皆を賛美することは私たちの素晴らしい務めです。あなたはご自身の姿にかたどって私たちを作られ、命の息を吹き込んで生きるものとされました。私たちがあなたから背いて離れても、あなたは私たちと一緒にいてくださいました。またあなたは囚われの時に私たちを解放して、私たちの王となることを約束し、預言者たちを通して私たちに語りかけてくださいました。それゆえ私たちは地上にあるすべての人々と身元にある主の民らと一緒に声を合わせて、あなたの皆を褒め、御栄を賛美いたします。聖なる聖なる聖なるかな、万軍の主なる神、その栄光は全地に満つ、糸高きところにホザナ、褒むべきかな、主の皆によって来たるもの、糸高きところにホザナ。聖なる神様、あなたはイエス様をこの世に使わされました。イエス様は病の人を癒して、飢え渇いたものを潤い満たして、罪人と一緒にご飯を食べました。福音を述べ伝えて救いを示して、虐げられている人を解放し、天の御国が近づいていることを告げ知らせてくださいました。私たちはイエス様の苦しみと死と復活によって罪と死から救い出され、永遠の命を与えられ、水と御霊によって新しくされることを覚えます。イエス様は引き渡される夜、パンを取って感謝の祈りを捧げて、これを裂いて、これはあなた方のための私の体です、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後、杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約です。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。父なる神様、あなたはこれによってイエス様の贖いの恵みを私たちのうちに確かなものとしてくださいました。感謝をもって私たち自身の心と体とを神様に喜ばれる生きた聖なる供え物として御前に捧げます。キリストは死に、キリストはよみがえり、キリストはまた来られます。全能の神様、今ここにあるあなたの御霊を使わせてください。私たちの交わりを清めてください。ここにあるパンと杯を主の記念の技のため聖別してください。この記念の技を通し、私たちがしっかりとあなたの体につながるものである自覚に生きますように、主の血による新しい命の交わりを喜ぶことができますように、そして主が再びもう一度来られる日を待って、望んで主の御旨に従って隣人に仕えて生きるものとさせてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは拝参です。それではご一緒にお祈りをいたしましょう。永遠なる神様、主ご自身を私たちにくださったこの不思議な御業を感謝します。主の御霊に力つけられ、この世に出ていけますように、隣人のために良い働きができますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。それではお立ちください。祝祷を持って礼拝を終わります。今日はクリスマスの、お花が
ありますので、皆さん一つずつお持ち帰りください。橋本さんたちからのギフトです。お祈りいたします。光り輝くイエス様、罪がなく私たちの罪をも取り去る力を持って来られました。そのイエス様の素晴らしい恵みと、父なる神様の優しい愛と、聖霊の親しい交わりが一人一人の上にありますように。アーメン。